星からの一本堂は一体いるだけで敵殲滅。人類の皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日はこれぞ推しキャラを極めし一本堂、アシュラ、そして新番犬マン、一体いるだけで敵殲滅といった動画をお届けしてまいりたいと思います。トラえもん、アシュラ道を歩み始めてから、アシュラのお供新番犬マン、そして無双音速のソニックを今携えて鬼ヶ島に向かっている状況です。しかし時には原点に立ち戻りましょう。そうです、トラえもんがアシュラ道を目指したのは、まさにアシュラ一体で、アシュラたった一体で敵を全滅させる、勝負に打ち勝つ、そんなドリーミングなバトルを夢見てこのアシュラ道を始めました。そうなんです。そして今トラえもんにはアシュラはもちろん、ヒーロー側では新番犬マンが2体目の推しキャラとして君臨しています。アシュラ、そして新番犬マン、この2大巨頭がトラえもんが推しキャラ一本道を進めてきた中でのまさに集大成なのです。ということで本日はそれぞれの推しキャラ一本道の今をお伝えしていきたいと思います。アシュラ、そして新番犬マン、一体いれば敵を殲滅できる、そんなバトル動画をそれぞれお届けしてまいりたいと思います。まずはトラえもんといえばもちろんアシュラだ。ということでアシュラ一本堂、アシュラ堂の集大成をご覧ください。それではいざ。さあそれでは行きましょう。トラえもんはいつものパーティーです。一応無双音速のソニックもいますが、この通りめまいになることは分かっていましたので、とりあえず置かせていただきました。さあそこからギョロギョロ、このギョロギョロがいやらしい。とにかくアシュラにとっての最も厄介なのは HP 上限の切り裂きです。ギョロギョロ、極限甘いマスク、そして改造童貞、この HP 上限切り裂け、いやー終わったと思ったら、新たな HP 上限切り裂けのキャラクターが次々と出てくる。マジファイウエンジンはトラえもんをいじめるために運営しているのではないかと思ってしまうぐらい、なんとも悲しい歴史をたどっています。しかしそんな歴史にもめげず、アシュラタンは突き進んでいるのです。そしてはい、ご覧の通り真っ先に倒れたのは、悲しいかな、無双音速のソニックでございました。めまいを食らい何もできず、速度を無視して攻撃力に全振りしている副作用がこういったところで訪れます。さあ疾風のウィンドの追撃もどんどん繰り上げてきます。そして覚醒モスキートの必殺技もどんどん繰り広げられてきます。どんどん倒れてきます。これがアシュラ道です。何と言えばいいんでしょう、誇ることではありませんが、アシュラ以外は紙っぺらのように倒れてきます。はい、グロリバースも倒れるでしょう。それではその様子をご覧ください。はい、倒れました。ギョロギョロも一緒に倒れしました。さあここからです。これからがアシュラ一本堂、まさにアシュラ堂、アシュラだけで勝ちに行きます。見ててください皆さん、アシュラの勇姿を見てください。さあどんどん来てください。ギョロギョロと天空王が早速アシュラの反射で倒れました。そしてはい、深海王とアシュラも倒れました。これぞアシュラです。一体になってからが強いのがアシュラです。そして不屈で耐える、これぞアシュラ。一体になってからが強い、なぜか攻撃を受けまくるから、ただそれだけです。さあ覚醒モスキート娘との1対1、差しの勝負いけるか。この覚醒モスキート娘、回復するのがいやらしい。いけるかアシュラ、いけ、
超必殺シャバー、ありがとうございます。これぞ足跡をご覧いただきました。では続いていきましょう。新番犬マン一本堂、それではいざ。はい、まずですね、ホラエモンのヒーロー対戦をご紹介するのは実はこれが初めてかと思います。今まで必ずアシュラがついていましたので、ドラえもんのヒーローパーティーをこのようにお披露目させていただくのは初めてとなります。そして皆さんにお伝えします。ドラえもんのラインナップの中でこの編成がヒーロー陣を組む上で最強のラインナップです。つまり弱いということです。限定キャラクターは新番犬マン、そしてボンブ、ゾンビマン、この3体ですね。とはいえゾンビマンとボンブはあくまでもコアキャラとして取りましたので、実質ヒーローで自分が本当に欲しくて取ったのはこの番犬マンだけということになります。ちなみにお伝えしておきます、新番犬マン以外こちらももちろんペラペラです。はい、童貞が早速倒れました。ボンブコアがあるにもかかわらず早速倒れました。つまり新番犬マン以外は本当にペラペラです。この全戦力の約半分を新番犬マンが占めています。たった1体で半分を占めています。はい、新番犬マンいらっしゃいませ。はい、ご覧ください。この通り新番犬マン健在です。いくら他が弱かろうとも関係ない。新番犬マン HP は900万弱あります。ギョロコアパーティーでなくとも、ギョロコアの HP 上限アップがなくとも、そもそも自身の HP 上限アップも合わさり、ボンボコアでもなかなかの火力を出すことができます。それ以外のキャラクターはペラペラです。はい、このように覚醒竜巻の行き場によって徐々に徐々にパタ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 と倒れてまいりますので、その様子は後ほどご覧ください。はい、新番犬マンいってらっしゃい。はい、強靭状態、なんのその新番犬マンの手にかかれば強靭なんて引き剥がし、もはやワンパンでそもそも倒す。これぞ一本堂、推しキャラ一本堂の力です。一体で全てを殲滅する。ドラえもん5体生き残っています。あ、4体になりましたね。相手が3体ですが、実質相手の3体を倒したのは新番犬マンのおかげだけですからね。はい、覚醒竜巻がまたまります。さあ大丈夫か。徐々に力場ダメージが効いてきています。さあ新番犬マンいってらっしゃい。ゾンビがいい壁をしていますね。新番犬マン対策がなかなか取られています。さあどうだ、まだいけるか。ボンブ、そしてタンクトップマスター、タンクトップマスターとバトル中に聞くのも皆さんなかなか久しぶりなのではないでしょうか。さあ来ます、覚醒竜巻、これが強い。これで徐々に倒れていく。しかしトラえもんの新番犬マン、もちろん入ってらっしゃい。ゾンビマン、あ、なかなかしぶとですね。トラえもんの新番犬マン、もちろん紫星5超覚醒をしておりますので、複数2回複数ごとに HP70% を回復します。 HP900 万弱のキャラクターが HP70% を2回回復します。これがヒーロートーナメントにおいてもトラえもんがある程度のところまで生きる秘訣です。あ、もう倒れましたね。もうもはや新番犬マンのみと言っても過言ではない状況でしょう。なぜかゾンビマン、はい、倒れるからです。この通り。ということでどんどんいきましょう。新番犬マン1匹になっても大丈夫。これぞ推しキャラ1本と、そんな様子をお見せしたい。さあ見せてくれ新番犬マン、いってらっしゃい。せいや、はい、くぅ、さすがに3ターン分の強靭状態が相手には溜まっていますから1回では剥がせませんでしたね。ですが新番犬マンの強靭状態もまだ1回も剥がれていませんよ。剥がせるもんなら剥がしてみてください。さあいってらっしゃい新番犬マン。はい、来ました、残り差しですね。これはもういただいたでしょう。燃焼そして損傷状態になりながら
ずっと拝み続けながら、やるときはやったらぜ新番犬マン、ありがとうございます。これぞ推しキャラ一本堂、新番犬マン一本堂でございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。これぞ推しキャラ一本堂、一体いれば敵一家殲滅、そんなバトル動画をお届けしてまいりました。そしてこれから将来、もう近いことでしょう、アシュラ SSR プラスがやってまいります。つまりトラえもんの推しキャラ一本堂、ついに劇的に進化する時がやってまいります。そのためにトラえもん、大きな大きな仕込みをすでにいたしておりますので、その様子はアシュラ SSR プラスの登場の時にご紹介できればと思います。もう楽しみで楽しみでしょうがありません。ということで本日いかがでしたでしょうか。推しキャラ一本堂、決して皆さんに押し売りをしているわけではございません。ただしマジファイトは人生そのもの、トラえもんはとにかく自分がすこぶる気持ちよく、そして尖って楽しい人生を送りたい、ゆえに一本堂を貫いているわけでございます。マジファイの楽しみ方は100人100用、1000人専用、人それぞれでございます。これからも自分のスタイルを貫いてマジファイを楽しんでいきましょう。それでは本日は以上です。ラブマジファイ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。